バア、邪魔でございます。みんな聞いてくれ、事件だ。バア、髪の毛さ、ブリッジしてさ、皮膚がどうこう言ってたじゃん。ね、もうさ、見てこれわかる、ここちょっとこの髪の毛が薄いところ、こう赤くなってんの、かさぶたになってるよ。まだ俺ちょっと確認ここだけしかしてないけど、ここちょっとなんかこう、なんていうの、こうちょっとした擦り傷、膝とかビュッて擦った後に若干こうかさぶたになってる時のあの引っ張り加減、その引っ張り加減、こっちもじゃないかな、こっちもわからないかな。なあ、気をつけた方がいいよ。あとここちょっとハゲてるね。でもこの髪色にしたらさ、あれあんまりこの生え際が気にならなくなっちゃった。今日はちょっとね、ノーセットでお届けしておりますが、まあどうでもいいか。ばあ、ここ変やな、ここなんか変やな、ここここもうちょっとこうか、こうか、こっちの方がいいか。なんか変やな、なんか変やな、セットしないと。明日セットしましょう。ということで、もう一個事件です。右上のゲーム内コインのところをご覧ください。昨日試合していて、今1000円、あの体力回復しようと思って1000円課金しような思ったら、間違えてガチャの気分で右下の1万円を課金してしまいました。くー、もうそうなったら課金するかということで行くか。フィーゴあと64、69、これ地獄だよマジで。みんなも同意見だったわ昨日ね。ってことで、あ、コメント先に行きましょうか。ちょっとボール回しちゃって、すいません、コナミさん。ちょっと手が疲れるかもしれませんがね。もうちょっとコメントだけ読みますんでね。回し続けといてください。ASMR トマトさん、GP 余ってたんで、無欲で4回ガチャ引いたら、ロナウド、コーチーニョ、キエリに当たって震えてますということで、これが5時間前ですので、まだ震えてますかね、どうでしょう。わかりませんが、まあ動画が上がるのが、またあと3時間、4時間後ぐらいなので、8時間経ってますが、震えは止まっているでしょうか。お気をつけください。前田相馬さん、コンセプトアレンジは何ですかということで、あれ、あし、俺大体ね、3バックの時はウィングバックで、4トップの時はゲーゲンプレス入れてます。基本はそれ、も固定はそれで、それ以外はあと選手相手によって変えてるって感じですかね。ジョージョンさん、カメラの視点の設定を教えてください、ちゃまくんということで、あのいじってないです。たまにコメントであるんですけど、いじってないんですよ。でなんでね、そういうコメントがあるかっていうと、自分はね、いつも使ってるカメラの設定と多分俺は一緒なのに、茶間くんの方が広く見えるはずなんですよ。なんでかっていうと、いかにあなたがゲームをやってる時にボールの周りしか見てないかっていうことになるんですね。もうボールの周りじゃなくて、よく見てないから、どっからどこまで映ってるっていうのを把握できてないと。だから今まではちょっとね、負け出すかもしれないですけど、ちょっと我慢して画面を広く見ようと。もうちょっと広い視野、集中、ぼんやり見るっていうのはまた違うけど、ぼんやり見た方がいい瞬間もあるんだけど、基本的にはボールの周りを見るんだけど、その周りを今までこう見てたのをちょっとだけこう広く見ようみたいな工夫やっていってください、お願いします。ということで、コナミさん、お待たせしました。止めていいですよ、ハーモニカということで、まあ1試合だけね、あのこのフィーゴ使ってる人、あの遭遇しました。確かにやっぱレジェンドらしい、こうあれボール取れたんじゃねえのっていうぐらい、取れると思ったのに取れないみたいなうさんくさありますが、やっぱ縦のぶち抜きないんですよね。うん、縦のぶち抜きがやっぱサイドの選手、縦のぶち抜きナンバーワンですよ。ぶち抜けるんだったらもうね、三角押せばいいだけなんで、ムーフィングさせて三角出せ、押せばいいだけなんで、その方が簡単で、たまにね、こういや、そんな簡単なプレーバックすんなよみたいな、難しい方が交渉だっていう人いますけど、難しいことするってことは集中力も体力も、あとはそれに対するそのこのドリブルだったらドリブルで集中しなきゃいけない。でも集中しないでいいんだったら他のとこ見れるんだよね。例えばもう極端な話さ、あ、変なガチャ引いたわ、ドルトムントの変なガチャ間違って引いちゃった、いらんいらんいらん、なんか来たーってことでいらんから、こいつ何回もコーチしてるわ。まあいっか、あのあれですよ、なんて言おうとしたんだけど、そう、例えばね、こうシュあのドリブルしてる時にレーダーずっと見てられるんだったらめっちゃいいじゃん。もうドリブルもボール持ってず見ないで、スイ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 抜けてって、じゃああの、レーダー見ながら、あ、前の3人どんぐらい動いてるなとかわかるし、もっと言ったら、
ここで取られたら後ろの人がこうだからああだからカウンターこういう風に食らっちゃうなとかまで分かるよね。まあもうそれは無理なんだけどね、これはね、うん、ということで、まあ、シンプルにこなしていく、シンプル、まあプレイ自体をシンプルにするっていうことはちょっと違って、プレイ自体を簡単に操作を簡単に選んでいくっていうのは悪くないこと、まあ、ただシンプルすぎると相手にまあベタっていうことになるんでね、あの誰でもやれるプレイっていうのはサイドで誰でもやれるプレイをやってるとみんなの中でね誰でもやれるプレイをやってくるんじゃないかっていう予想は簡単に立てられますんで、難しいプレイで今日ついてね相手がそんな動きしてくんのみたいな感じで、まあ、相手の裏をつくとか思ってもない予想外のところから攻撃するっていうのは大事ですけど、そればっかりにね頼ってちょっと私みたいになりますから、僕もあるでしょ、あのペナ内で早く打てよみたいな早く打てよっていうところを、いやこいつをもっと攻略してやるぜみたいな感じで、もうショートパスつないでクッククッカケッキカケッキみたいな、あれいらないから、あれが通用するときもあるけど、さっさですよ、さっさやめろですよ本当に。ということでフィーゴの悪口タイム始まります。フィーゴね、本当にね、サイドのぶち抜きボンバーですよ。フィーゴいる？コナミさん、何回も言いますけど、絶対いらないですから。もう間違えて引いちゃったやついる？チャマくんの動画見たけど、まあ、間違えて引いちゃったなり、我慢できずに引いちゃったり、今すぐ売れ、今すぐ売って、まだ GP にした方がまだマシだ。ウィリアン・カルバーニョ来ました。本当にボンバーですか、本当に全くいらん、絶対いらん、なんで今引いてんだろうって、間違えて本当1万円課金しなかったら本当に引くつもりなかったんだけど、やられましたね、やられましたっていうか自分でやってんだけどさ、これをまあね、フィーゴ取って、もうだから逆にもこのねやっちゃった現状をポジティブに捉えるしかない。うわ悔しい、1万円損したって思うだけだとさ、何の学びもないから、じゃあこれをね何どうやって動画のネタにしようとか、みんなのねためになったなるためにはどうしたらいいだろうって考えたら、やっぱりこのフィーゴちゃんと取り切ってですね、この1万円でガクガクなった、来た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 ぞ来たぞ、フィーゴ来てくれ、マジでフィーゴ来てくれ、いらんって言いたいから、いらんって言いたいからフィーゴ来てくれ。あれ一番高いのって誰だ、マラドーナ持ってるよね、うわノイア、誰がいるんだっけキーパー、あーオブラックかー、オブラック来たかー、パーヤンオブラックでした。ちょっと待って確認しよう、フィーゴあとどんくらいで出るのっていうのを確認しとこう。オブラックでしょ、あフィーゴ、あ次フィーゴだ、あ違う、下から来るから、下から来るから、ね、確率がパーして 1,2、コケ、コスタ、ゴディン、フィーゴ、あー結構な確率で、結構な確率で次フィーゴ来そうですねこれ、総合値が低い順に来ますから、マジでやってみて、一回コンプしてみて、コンプしてみてくれ、まあ確率なんでね 100% 層にはならないんですけど、こう総合値が高いやつの方が確率が低くなってる、ちょっとね、だから高い、ちょっと高いやつ、総合値が低いイコール確率がちょっと高いんで、ややこしい話だけど、高いとか低いとかちょっと当たりやすい、だからロナウド、例えばロナウドがいるガチャとか、ロナウド最後にいますから、まあ、たまたまね一発目にロナウド引いたよとか言う人もいるし、まあ途中ぐらいで引く人もいるんだけど、割とあー来た、ええ爆発タイム来てんじゃない、これフィーゴでしょ、フィーゴでしょ、早く終わらせてくれ、ナミさん、アジアの銀色頭の子供をこれ以上泣かすな、コケでしょ多分、このソックスはコケじゃ、あ違うコスタだ、コスタコスタ来たーってことで、コスタは割とでもミドルがズドンだからいいのかなっていう気もするけど、キック力あんのかな、でもやっぱりロナウドとか、まあ、オーウェンとかロマーリオとかもうワールドクラスのレジェンドに比べたらちょっとパーかな、でも一回ねコスタ使ってる相手にねうさんくさくミドル決められたことあったから、ミドルっていうかトラップバイタルエリアでトラップして背中向けてトラップして横向いてシュートみたいなさ、それロナウドとかがしかできんやつやみたいな、ボン決められたからね、あるかもしんない、コスタのうさんくささってあるかもしんない、まああれですな、アトレティコに帰って水を得た魚のように大活躍で、シメオネの戦術にはやっぱりコスタが必要だったのかな、ていうかさ、サッカーの話じゃなくて野球の話していい、もう別にそんな野球好きじゃないんだけどさ、大谷くんやばくねねえ、ピッチャーでもさ勝利投手確かついたよね、確かつかなかったんだっけ、
忘れちゃったけど、そこちょっと見てないんだけど、3本やばくないホームラン3試合連続。しかもなんかさ、体がでかいからかさ、もうほんと一生懸命頑張って当てね、ホームランしましたって感じすごくし、全然しないね。ふわっと打ってカキーンみたいな感じだよね。ポッみたいな感じでドゴーンだからね。あー来た、え、マジ来るじゃん。フィーゴ来い、フィーゴ、フィーゴ来い。全然来んやフィーゴ、意地悪されてるわこれ。ホームラン3連発と黒玉3発かけようと思ったけど全然かかりませんでした。大谷くんマジでモンスターだわ。サッカーもああなってほしいよね。野球はやっぱもうさ、メジャーリーグと、まあ、WBC とかでもね、何回も世界大会な、世界チャンピオンになってるぐらい、もう1、2を争うリーグなわけじゃん。サッカーはね、やっぱ南米じゃない、あのヨーロッパとか比べて、まあ、南米もそうだけど、やっぱちょっと J リーグ、日本のリーグ、落ちて、ちょっとレベルが落ちるし、選手の質もちょっと通用しない部分はね。まあ、だってもう大谷君だってもうメジャーでもあるトップクラスになるよ、このままいったら。しかも本当二刀流いっちゃうよ。ベーブ・ルースの再来だよ。ベーブ・ルースよりイケメンだからユニフォーム売れるからな。ベーブ・ルースデブでさ、ちょっとね、おっさんみたいな、まあその当時、まあブサイクでね、ブルドッグみたいな顔してて、まあすごい選手だけど、あれが大谷選手のあのスリムで、顔もちっちゃくて、まあ、アメリカであの顔がどうね、こう映るかわかんないけど、日本人からしたらイケメンの部類に入るよね、可愛い顔みたいな。外国人の方が老けてるというからより可愛く見えてるかもね、海外の人たち。そのかね、そのやっぱそこのギャップってすごいよ。多分吉田沙保里ってやっぱ強そうな顔してんじゃんね。逆に吉田沙保里が顔強い、あんぐらい強いのと、例えば誰だ、今で言ったら誰だ、あの白石麻衣とかだ。白石麻衣とかがあんだけ強かったら、白石麻衣があんだけ強い方が絶対ファンつくよね。白石麻衣の顔でもうムッキムキのさ、太ももバン、ケツバンみたいな、あんな体だったら、もう体っていうかですね、体してその強さだったら相当人気でしょ。ギャップってすごいよね。そう考えたら大谷選手のあの可愛さでホームランポンポンポンだもん。最初はさ、どうなの、メジャーってなんかいろいろさ、日本の野球と常識違うからさ、ちょっと新人には、新人にはちょっと手加減するみたいなのあるのかな。まあでもさすがにね、もうイチローとかさ、松井とかさ、あともうピッチャーで言ったらもうダルビッシュとか田中のマー君とかさ、もう海外の人も日本の選手はレベル高いって分かってるだろうから、日本人の新人、しかも日本のリーグで活躍した選手、そんなにまあ油断しないような気するけど、どうなんだろう、ちょっと分からないね。まあ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 、最初は打たしといたるかみたいな感じあんのかな。何がすごいんだろうね、もうこれで、まずさ、もう3試合連続ホームランって、もうだって松井の初年度抜くんじゃない。リアド・デ・ブーズ、こいつ顔かっこいいな。マフレズっぽいなと思ったらアルジェリアだね、やっぱね。すげえな。でピッチャーもさ、わからん、もしかしたらあんね、野球はさ、もしかしたらメジャーの方があったのかな。野球じゃない、バッティングはさ、メジャーの方がやりやすいですみたいな、いろいろ環境もあるし、戦略も違うだろうしね、あのバットもボールも違うだろうし、バットは一緒か。めっちゃ楽しみだね。 MLB の野球ゲーム実況していいですか。 MLB の新しい野球ゲーム出たでしょ、あれ実況していいですか。あれ大谷選手入ってんのかな、能力どうなんだろうね大谷。ファンフラン、メジャーはどう評価してるかっていうのが、まあ、ゲームだからさ、サッカーゲームとかもそうだし、日本のパワープロもそうだけど、え、この選手こんな査定みたいなのあるけど、ちょっと見てみたいね。 MLB で大谷がどう評価されるのか。そして黒が来なくなりました。じゃあまあ誰やこいつ、アドリアン・シューバーということで、腹減ってきたわ。うん、フィーゴ早くどっか行ってくれんかな、どっか行ってくれんかな。使って放出するんでしょ、もう意味わかんないよねその動画。そう、使わないのか、使わないと、使った方がいいか、1試合は1試合使ってみる試しに。やっぱ使わずにね、やっぱもう数値だけ見ていらんっていうのはちょっと、まあ、不親切というか、もうちょっと説得力が欲しいところだから、1試合まあ使うか、まあ、対人じゃなくてもコンピューター戦でも分かるよね、トレーニングモードでね。あとね、あれはどうなのみたいな、まあ、でも多分コンピューターってもう嘘くさっていうぐらいさ、足ぐ伸ばしてするから、正確にね、まあそれコンピューターだからしょうがないんだけど、対人の駆け引きの中で、あのコネコネドリブルが通用するのかどうなのかみたいなのは見た方がいいのかな。ちょっと俺心も割ともう温度が下がって、
フィーゴ、フィーゴちょっと何否定派じゃなくなってる感じですけど、まだね、俺僕はフィーゴ否定派の真ん中に立ってるつもりなんで、フィーゴは絶対いらないよ。そんなね、サミールの方が絶対、サミールの方が絶対いい。サイドバックサミール、サイドバックじゃない、サイドハーフサミールの方が絶対いい。フィーゴなんて絶対いらない、絶対いらない。これはあの振りじゃないから、マジで結果めちゃめちゃ強えっていうやつじゃないから、本当に。あ、ずれないね。まあ、黒3発来たもんね。今確率どなんかどうなんか、パーシーすんでしょこれは。あ、 3.2% か。割と割とありますね。でもここまでコンプしたら変な欲出てくるよね。今まで使った2万が無駄になるからコンプしたろうみたいな。でもいらないからね。コンプしたところで得られるのはフィーゴだけですからね。ちょっとまあ、あとね、まあちょっと小話というか、ちょっとしたあれ話ですけど、もうね、机、1メートル80センチの俺机買ったんで、ここ今はね、あの、座椅子に座って、あの、ローデスクって言って、まあ床に座って使う机ってあるじゃん。あんなサイズなんだけど、それをもっとね、横180の高さ70ぐらいだったの。ぐんって、70? 嘘。70って低くね。わからんけど、そういうね、机にしていい椅子買いましたんで、いい椅子、まあ、椅子はね、ちょっと中古なんですけど、新品で買ったらちょっと13万ぐらいする椅子なんで、中古で買いましたけど、中古でも5万するから、中古でだよ。人が座ってんのに、もう人がもう、あの、ははもう座ってんのに。あとね、テーブルはもう6万ぐらい。高えよな、テーブルって。いいテーブルって高いんだよ。でもテーブルさ、俺さ、モニター3枚でしょ、で、カメラも置くでしょ、マイクも置くでしょ、で、モニター3枚のうちのパソコン1つ iMac でしょって考えたら、まあ、安い机でガタガタ鳴ったりとかさ、ぐちゃんって壊れちゃったりしたら嫌じゃん。全部壊れちゃうから、あ、来るんじゃない。で、高い椅子机にしたんだけど、あの、それとね、同じサイズ、サイズ180センチって決めてたの。180センチ、例えば奥行き80から70とかね、決めてて。なんかね、そのあるのよ、オフィスで使われてる椅子とか机が、あの、中古で売られてるサイトがあって、まあ、そこで椅子買ったんだけど、テーブルもそこで買おうかなと、実は Amazon で買ったんだけど、結局はね。で、それで見たらさ、社長室の椅子ってさ、出てて、社長室の机だ、社長の机みたいな、あの、よくある木のさ、でかくてもう社長がえへんって座ってるような、かっこいいじゃん。あれかっこいいから俺、あれ買おうかなと思って。しかもそれ定価20万なんだ。あ、来た、定価20万の話ちょっと置いとくわ。フィーゴ来ました。フィーゴ来た、やっと来たわ。遅えぞこいつ、演出見ねえわもうフィーゴなんて。パーってことで来ました、オイスフィーゴ。やっと割れるな、顔は渋いんだけど、うん、スピード低いね。瞬発85、ボディコン、ビジコン微妙だね。うん、プレスキック90、このキーパーマニキーされたら終わりだね。ボールコントロール、ドリブル、まあ、メッシとかアザルト、アザルトとかの方がいいんじゃない。ほんと見てみる、マジで。とりあえず一回見てみよう、ちょっとチャマと、まあ、試合はこのね、動画でもう18分だからできませんけど。フィーゴ、え、ちょっと待って、レベマにする？結構溜まったよね、180人ぐらいいるから割とレベル上がりそうだけど、だったらサネとかした方がいいよね。まあ、例えば今週だとサネ、ベイル、サイドが違う。サネ、あれ、フィーゴって右サイドだっけ。フィーゴどこ、フィーゴどこや、あれ、フィーゴ黒玉だよね。ここか、ウィングなのか、なるほどね。ああ、右で多分使われてたの、俺が見た時だけかな。身長どこだ、身長低いよね、そんな高くない。あ、180なんだ、でかいね。スタミナ85いいね。逆足3、精度だけ3、コンディション安定度6、はい、微妙で、ルロイサネスピード95、94、もうぶち抜きだよね。ボールコントロールは6、フィーゴの方が高くて、ドリブルは5、フィーゴの方が高い。でも、あ、じゃあそう考えたらフィーゴじゃんって思うかもしれないけど、ルロイサネはドリブルコネコネする前にもう相手の後ろにいるからね。そう考えたらどっちが楽かって話よ。フィーゴ、あ、じゃあサネじゃない、多分ベイルなんてもうベイルの方がいいよ、決定力も高いもんだって。絶対フィーゴの方が、フィーゴよりベイルの方がいいわ。しかもレベルが47しか上がらんから、スピード瞬発もうベイルでしょ、で決定力が87、78低い。パスは、パスもグラン、まあベイルはレベマなんだっけ、あ、違うか。まあでもちょっとレベル上げて、例えばこのどんぐらいなの、ジェズスと、ジェズス結構そこそこコネコネできるよね。ドリブル、ボールコントロール、まあジェズス近いね。カンテとかどうなの、違うか、カンテはさすがにか。サンチェス、あ、サンチェスより
メッシ、あ、メッシじゃダメだな。ベルピ、ベルピ、ベルピはコネコネできない。デルピの方がコネコネパターンか。ただデルピはちょっと重っ、背が高いからか瞬発が低い。そんなことないよね。なんか若干なんかスライドが長いのか重いような気がしてくるときはありますね。全然デルピ強いね。鬼だね、デルピ。フィーボー、ゲットしましたが、全く、ゲップすみません。全く喜びがありません。使ってみるか、一瞬ね。一瞬。あれあんの？戦術トレーニング何個ある？上げれるかな、戦術トレーニング。23個上げれるね。サイドハーフだよね、多分使うんだったら。あ、でもウィングで使った方がいいのか。正直、サイドハーフで使うと、まあ、ぶち抜きがないんだけど、より深い位置で取れるから、足の遅さが気にならないみたいなとこもあるんだよね。コーチにもそうだけど。ただ、コーチにはトップ下の方がいい。フィーゴってトップ下いけんの？それだよね、フィーゴ。まあ、いけるわ。トップ下フィーゴはありかも。ただ別に決定力とかないから、あ、グリーズマン、メッシとかの方が余裕でいいね。まあ、そんな感じです。喜びないガチャ。初めてでしたが、なんとかフィーゴゲットしました。これでやっと肩の荷が折れたという。次の試合で使ってみて、雑魚やなって言いますんで、皆さん参考に、絶対に今週のガチャ引かないでください。今日本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメントチャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら。バー。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。